はい、はい、次。じゃあ続きまして A ランクマリオいきましょう。俺もこっち見ちゃった。先輩こっちだよね。そっち見ます。はい、じゃあそっち見ます、ね、こっち見てこっちから見てもいいのか。じゃあそっちから見ますね、はい、クッパ、ベレット、ベレス、ファルコン、ファルコン、クロム、クロムもそうね。まあここ多いよね多分。ピチデ、ピチデ入んなくね。いやピチデね、多分ここかな。上がプラウは歩くね。いやー上が一回ここ行きたい。あ、オッケー。プラス見たい。なるほどね。ダムス、ダックアント、ダックアント、勇者。そうか、勇者か。 A プラぐらいあるかなと思ったけど、このメンツにアイクラ並ぶのちょっと違うよね。アイクラは B、 アイクラ、アイクラは B な気がする。あ、このメンツにやっぱ並ばないよね、ふさわしくない、まあ、ルイージ、はい、ルイージ、インクリングも並ぶ。インクリングはここでいいんじゃないかな。インク、ピーキーキャラでしょ。強い派だけど、ピーキーキャラでしょ。A プラも見たいから一旦置いといてほしい。カズヤ、まあまあもうケン、ケン、メタ言っときましょうか。メタナイト、メタ、リンク、マリオ、マリオ、格闘ミーも、うん、そこから格闘ミーも、なるほど、まあ、ゲッチもここでしょ。ゲッチもそこ、ネスも、いや、ネス、ネス、ネスは A プラって言ってもいい。A プラ、マジネスはここかな。まあでも並んでるメンツ見るとここだね。そうそうそう、なるほど、並んでるメンツ、ガクトが強いだけだ。ちなみに俺も A プラに入れたいけど、ここ多分ガクト強いだけだ。あれあのピチューと一緒にいるの。そう、ピチューと一緒にいるんだね。そう、パルプラス、いや、あ、パルテナは、いや、パルテナは A プラス。ああ、そうなんだ。まあ、ピーチも入れてて、入れていい。へえ、ピッ、オリマーは、ピットは一回、オリマープラかな。オリマープラだよ。ピット一緒でいいよね。うん、うん、ピッ、あら B ですね。あら、ピット B さ、ちょっと怪しいよね。うん、これ人、これ人間なんだよな、だから。うん、でも言うてさ、ピット そこそこ強ない。うん、強いと思う。もうあの A かもしれない。これも B のそのドッグマンとかのそのピチューとかと一緒なんよね、多分。どうします？じゃあ B のバンカーズロックマンあたりに入れとくのか、それとも A なのか。メンツ見てください。 A と B のどこに入りますか。いやー、俺は B の上かな。 A やってもいいと思うけど。なるほど、割れるね。上に出せる、まあ、難しいよねこの辺ね。いや結果だけ見るならだ。え、だってさ、ピットの方が強いね。誰より？グラピより、うん、あ、これ多分キャラっすよ。あんま変わんない。あ、マジか。弓通んないならグラピの方がいい。まあ、基礎師が、基礎師が、うん、そうそうそう、はい。でもこれ、まあ、え、どう、どう B、 どう思う。これ俺 A だと思うんだよね、うん、ピットは強いと思うけ ど、 なんか結果だけ見るならここだし、うん、でもキャラセールはマジであると思う。結構強い、ね、なんかドンキーと一緒にされるのマジ尺。あー、なんか、いや、もうなんかね、 D の中でもプラがあるんだよな、これやっぱ。そう、でもまあそれ分けちゃうとちょっと日が暮れちゃうから、うん、そう、左右差でなんとかごまかしてください。はい、それは一旦まあここにしとく、うん、まあとりあえず暫定で最後調整しよう。まあリドリーが A、まあ、ロゼチコもとりあえずいいかな。なんかロゼチコ浮くな。そう、俺結構しっくりくるけど。サブスも、タカシもじゃない？いや、いや、まあ、タカシ A かな。タカシさすがに。ね、リュウ強い。足盛りよね。ソラですね。あ、いいんじゃない？いい、いい。減りましたね、グッと。スネーク、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 テリー、ボギア、テリーここか。トゥーンリンクや、トゥーンリンク、うん、テリー並んでるのちょっと違和感ある。もう1個したらもいい、うん、いい気はするけど、まあ、一旦とりあえず AD と思う、うん、あ、あと、え、リンク、リンク入れたっけこれ。リンク入れます。リンク入ってる。マリオ、あー、オッケー、じゃあ大丈夫。うん、で、子供は上なんよね。そう、子供は上なんよ。子供はちょっと強いっす。おー、ソニックここだって。ソニックは、まあ、こう見れたらここかもしれない、ソニックマジで。ワリオは A プラかな。出た、ワリオ、ちょっとむずい、ちょっとむずい。 A か A プラか。 ZSS は ZSS A じゃない。え、A プラある。いや、 A プラないと思う。 A だよね、 ZSS。 今の環境ガチ苦しそう、うん、マジでやばい。 ZSS A だよ。強いんだけどな。いや、強い、普通に強い、うん、だからこいつもそうだよね。出せるキャラに出せて D キーで、結局なんか苦しいキャラがやっぱ複数体、はいはいはい、昔はそこがなんか幅広く見れて苦しいキャラが少ないイメージだったけど、今はそう、苦しいキャラが増えて出せるキャラにはずっと出せるから、はいはいはい、だったらまあこの位置になっちゃうのかな。まあでもこんな全然違和感ない、マジで強いかも、うんうん、苦しいキャラが S とか A プラとかに多い感じ。そうね、増えちゃったと思うわ。
一旦こんなもんかな。一旦こんなもん。ちゃんとあの皆さんあのこの後左右差とかも整理するんで一旦マジか。あの叩き込んでいきます。整理していいっすよ。あ、映らなかった。S と A プラだけでいいんじゃないですか、左右差。あ、オッケー。じゃあ行きましょう。はい。これさ、S から決めない。いいよ。いいよ。トップ10からってことだよね。トップ10。10ね。オッケー。トップさ、10の中の左右差いるかな。いらんよ、いらんよ。天の中いらんよね。やめよ。やめ、それやめた方がいいよ。あのね、いろいろ出ちゃう。じゃあトップ10。じゃあシーク、シュルク、ホムヒカ。ちょっと待って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 。早いわ早いわ。これ始まるんだけどこれ。早いわ。この欄表見て。じゃあ一人ずつ出していこう。オッケー。確かに。じゃあまずじゃあヒカル出して。ヒカルからこういこう。あ、オッケーオッケーオッケー。いいよ。じゃあ俺もできるそれ。あ、できますできます。あの残してくれて。ありがとう。はい。じゃあ一発目とりあえず。当たりされないところいきますね、ロイ。あ、まあ納得。じゃあ当たりされないところ、シュルク。シュルクはもうそうだよ俺はね。そうだよね、ここそうなんですよ。そう、そこがそうなんだよね。俺マジシュルク最近マジ怪しいと思うんだよな。あ、そういうもんですか。なんか これさ、なんか本当に人によるよね。いや、マジで S 派と。いや、キャラはマジでありえん強いんだけど。相性十分だよ。なんかね、本当にこれ他の人の名前出したけど、シュートンとかも弱いっつってる。はいはいはい。でもザクレイはついていってる。勝負だ。ちなみにプロトバナムもついていってる。いやまあ強いキャラにちゃんと強いのは分かるんだよ。そうなのか。キャラによりそう。でもマジで、あの特殊キャラがめんどくさいって言われてるんですよ。そうだね、あのシュルクって特殊キャラ。そう、なんか例えばオリマーとかも多分その部類に、オリマーか分かんないですけど、なんかその部類に入るっぽくて、はい、でなんか逆に正統派なキャラに結構強いんですよこいつ。なるほど。どういった。うん、ただただ剣を持ってるとか、それいやでもなんかスネークとかめんどくさいとか言ったりとか、あ、なるほど、難しい、本当に幅広すぎる。一旦置いときます、まあ、そうですね、そうですね。上10を見て、はい、上10、11出るんだったらとか言う。そうそうそう、あ、じゃあ一旦小池さんのホムヒカ。はい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 、全然やりました。まあ、シーク、あ、説明しましょうか、ホムヒカ。大丈夫です、大丈夫です、はい、時間ないんでやっぱ。あ、はい、シーク、はい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 、俺さ、ごめん、これ俺さ、一石飛びしたいんだけどさ、マジで言ってる、シーク、俺足んないと思うわ、どんな人とやっても。いや、わかんない、俺のキャラが悪いかもしれないじゃん。まあ、シークね、ちょっとわかんない、俺、ちょっと一旦入れて10。OK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 
いんだけど、いやなんかな、なんか分かんない、競技シーズンを思ってシルクと一緒だと思うよ。じゃあシークとシルクの話、まあまあ多分そうだと思う、人間だと思うこれ、うん、いやなんかそう、まあ、いやシークは俺全シーク使いってやったけど、いや分かんないわまだ。いや多分それフリー、まあ、大会もやってると思うけど、いや大会やってる、大会もやってるけど、俺はそれないと思う、絶対にないと思う。いや強いのはすごく分かる、分かるけど、だったらトップ10じゃないですか。あ、まあ、でもトップ10、あ、トップ10か、そうです、1回10個出してみましょう。トップ10なら納得する、4位じゃないです別に、オッケー、4位じゃなくてトップ10、トップ10は納得する、そうそうそう、電話入るよ絶対。はい、いいですか、うん、じゃあパックマン、え、いやマジでありそうえ、ないの、マジそんな笑う、いや違う違う、レイさんの反応に笑っちゃった。ああ、そういうことね、今入る、俺ね、入る、今は別に順番はとりあえず持って言って、え、パックマンも入るでしょ、とりあえず入る、じゃあ1回入れとこう、トップ10よね、トップ10だよね、トップ10、オッケー、入る入る、まあいいや、じゃあえ、次俺か、はい、え、スティーブ、まあ今はこれね、これ難しい問題、今言えないよね、今ほんと言えない、そうなんですよ、なんか今は、今は入れとこう、とりあえずなんか、いや今はというか、変な話、あのなんでオープニングでかがり火に触れたかって、やっぱそういうことじゃないですか、うん、海外もね、なんか強いっすよ、海外ずっと勝ってるもんね、そうっすよね、そう、この前のやつ、6位とかだよね、うん、だってさ、強いっすよ、この大会優勝してたよ、2タッチで殺せるんよ、いや強いっす、マジ強いっす、だって手も足も誰も出てなかったじゃないですか。まあ実際そう。マジ、ごめんなさい、俺言います。だってそうっすよ。少々が実際マジでそれ対策もあると思うけどな。でももちろん一旦現状の評価これでいいと思う。いや本当にそう。置かなきゃもうなんか嫌だわ。俺じゃあそれは嫌だな。逆にキャラじゃない。置かないんだったらもうじゃあみんな対策見せてよって話なんです。そうですね。その通りだと思います。現状ね。うん。本当に難しい話ここは。マジで難しい。だから次の7月30のかがり火。だって今楽しみっすよねって。いや勝ってるから入れんのも結構な。半年後の状況がこれだよねって話。そうですね。そう。でも実際この前のスマバトはめっちゃ本数取られてた。
勝者が決勝行ってたけど面白くなってきてるね。じゃあゼリーさんとかも違う、インゼリーさんも 2-1 だったし、あとあのシャワーズさんかな、違うレビーさん、シャワーズさん、白雪さんだ、白雪さん、白雪さんも 2-1 だった。多分あれだよね、みんなその対策とかね、やっぱそうそうそう、いやめっちゃ楽しみじゃん。じゃあ次本当にとりあえず一旦入れといて、いやもちろんそりゃそうっすよ、次楽しみだねって、はい、なんか勝ってるから入れてると思われたらすごい嫌だ、うん、確かに確かに、うんうん、とりあえずでも期待を込めて、じゃあトップ10、うん、そう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 って感じでしょ。そうっすよ、じゃあ小池さんめんめん、ナイス、ほぼ100円ショップみたいな全然全然じゃあもう一回言っていい、うん、いやこっちの方が俺ないかなと思ったけど、セフィロス、俺もない、難しいとこつきますね、いや分かんない、どっちなんだろう、俺もこの2人だなと思ってて、このパッて見た時に、でもだったら面々かな、重いし、いやないと思う、面々はないっすね、プラです。バナさんが言ってたけど、分かられたらマジできついって言ってた、まあ、確かにカメメのあのかがり火のやつ見てたら、ちなみにめっちゃやってますけど、いや絶対 A プラだと思ってます。あマジか、俺すごいバナムさんにちゃんと面々対策分かってるって言われるぐらいやってますけど、A プラス。じゃあどっちでもない。じゃあ俺もわかんないかな。飛ばしますか。飛ばしますか。ロボット。ああでももう今はもう合わせたもん。ありがとう。ありがとう。合わせたもん。でも何セフィロスもない。いやちょっと、ね、まだわかんない。ちょっと、まだ出してみて。出してみて。その10人って言われたから逆にあそっかってなるぐらいの感じ。あと3キャラですね、今7キャラで、あと3人カメムさん、フォックス、はい、でもマジか、入るんや、フォックスは絶対入るよ、入るよ、ありえないもん、ありえないよ、ありえない、強いけど安定感考えちゃったな、いや、ありえないよこいつは、いやマジ全キャラ見てほしい、今トップ10入ってるやつ全部いける、いける、うん、ありえないよマジ、全部いける、いけるわ、フォックスは本当にありえない、いける、マジ、マジ全部いける、すごいね、本当に強い、でも B とちょっとやんないっす、いやなんか本当に腹筋がもろくて軽いからその B も起きるし、 B でやっててもドンキーズやっててもなんなら起きるし、ピチューでもやって起きるし、どこまでも起きる、 B とやってほしいとかいう話になって、でもそういう話じゃないんじゃない、でもさ別にさ、例えばドンキーとじゃ散策してさ、ドンキーフォックス散策してドンキーが上がってもうーんってなるし、でもフォックスドンキーでフォックスが上がってきたら順当だなって、まあ、順当だなってなる、確かにそれ全部そうな気がする、そうだからフォックスはこっちだと、まあまあ、なるほどね、S でもいいかなと思う。うわあ、フォックス。ただそのなんか安定っていう感じじゃなくて、なんか 2-1 で勝ってくるの強さだよね、多分。まずね、そう強い。なんかちゃんと強い。このキャラは。オッケー。はい、次。はい、いいですか。うん、はい、じゃあディディコング。こっち。俺エプラ派、俺もエプラ派ですこれは。じゃあ10キャラいるこれ。え、じゃあもうあとポケトレとかしかない。ポケトレ、ポケトレとかしかない。ポケトレ S ある。S。あ、そう、俺こっちこそ怪しいと思うんだよな、ポケトレの方がってこと。うん、俺ピカチュウ、マジピカチュウは俺たちあれだちょっとさ、これさ誰ももう S ってみんな納得しちゃう、その3キャラが S、 一回さ、じゃあ待って、入れる、一旦じゃあポケトレと、ディリとピカチュウちょっと一回入れてください。で、ちょっと他に残り、いそうなやつ、セフィロスって言ってたさ。セフィロスはジョーカーだわ。あ、ジョーカー、ジョーカー。ジョーカー俺入るわ。え、ジョーカー入るんだ。いや、10は入りますよ。あ、本当に。舐めないでください。あ、そうなんだ。入んない？いや、ちなみにヒカル君は下げる派なんだよ。難しいんだよね。俺ね、ザクレイ見たら無理だわ。俺だって本当にザクレイと MK リョウだけなんだよな。けど、2人いんだよ。いやー、まあ、ね。え、じゃあそんなこと言ったら、あ、まあ、ホックスだとさ、日本だったらパセリだけだよ。いや、でもライキューじゃん。え、だからリオと一緒じゃんそれ。だから中学なんてなんなら米さんしかいないもん。いやでもさ、MK リオとライト一緒じゃなくない？結構。リオが使えばシリーズじゃん最初に言った。うん、ザクレイもザクレイが使えばシリーズになりそうなんだよね。すげえなザクレイくんマジで。いやまあでもその2人がマジで抜けてるんですよ。ね。まあそらそう。実はそう。理解すごい、うん、抜けてる。いやなんか例えばですけど、じゃあルキナとかもなんかじゃあ強いよねみたいな話なんですけど、でもなんか違うんですよね。うちょっと人が強すぎるような気がするんよな。いや、うまい、強い、やれることもあるけど、ポケトレより上だと思うもんな。ポケトレよりは上だよ。ジョーカーはそう。ジョーカー、じゃあジョーカーは S 硬いよ絶対。10じゃないだったの。あのなんかトップ5って言われたらちょっと俺疑うけど、10は硬い。ああ、じゃあ入れとこう。だってあと他入るキャラいないよね。10、ヨッシー、
いや、よし、ちょっと、よしは入ってない。そこには並ばないかな。そう。ってなった時にさ、俺、だからもうジョーカーを抜いたこの上10人で。今、12。いや、あと、12います、今。そうで、12? じゃあ誰を落とすかだよね。なんで2キャラ。これね、こうなるときになんか S と戦ってディディ怪しくねって思うよ。ディディポケトレ抜けると思う、ね、だったらポケトレか。俺ピカチュウかポケトレかな。俺ディディなんだけど、ピカチュウはちょっと俺にもう やめて。ちなみにピカチュウでじゃ、ちなみにピカチュウ俺もアンチマジで強い。じゃあ最強じゃんこいつだって。いや1でしょ。いやトップワンだよこいつ。ちょっと待ってね、待って、ディディ落とすのはどう、みんな。まず、まあ、俺は別に負けてるから抜きにしても俺はディディ強いと思うよ。え、だって上のキャラにいける？なんかいや別にジョーカーもフォミフィカも全然いけるし、ロイいけて、シュルクいけそうで、フォミフィカいけて、でシークはちょっとキツそう、パックマン無理、スティーブ無理、ロボットはいけるっしょ。あとフォックスもいけると、両カードだよね、かなり昔から。まあ強いけど強えな、ポケトレディディはディディが有利だよ。まあでもなんかそのフリキャラだけをなんかちょっときついのがマジできついからっていうニュアンスなんだよな。きついのだってピカチュウと、え、じゃあディディがきついのって俺マジでパックマン、パックマンゲッチとかそんな感じだけど、うん、まあなんかいけるね。なんかもう一匹もいけんじゃなかった、もう一匹ぐらいいた気がするけど、いけんじゃない。まあ難しいと思うし、でもそれぐらいだったら S なんだよね。そうで絶対下に負けないよなこいつ。ああまあそりゃそう、安定感がやばいわ。フォックスとも違うもん、うん、系統的には違うけどやってることは一緒マジで。結局負けない、まあ、きついキャラが、そういうこと言ったらね、パックマンの方が絶対多いもんね。うん、うん、ディディだ。じゃあディディ残り、残り居残り組だ。じゃあポケトレになりますか。ポケトレは下がる、ポケトレはさすがに下がる、下がって、はい、であともう一匹、あともう一キャラですよ。ピカチュウでもう無理、ピカチュウは抜けないって。ちなみに俺もピカチュウは10です。でもじゃあ誰がシュルクだよ。シュルクはでも違う。じゃあジョーカーだって。これスティーブいらなくね。スティーブまあでもそう、いやでもさ、スティーブはさ、俺たちは逆らえないよ。いや、そりゃそう、そりゃそうだし、マジで強いと思う。まあ、キャラはマジで強い。いいキャラよ、マジで。絶対だってまず抜けないな、ロイは抜けないわ。ロイホメヒカも抜けない、シークも抜けない。ホメヒカ最近なんかでも怪しいよね、評価ね。ロボとかは。いろいろあるね。俺ロボ微妙だと思う、正直。あ、そうなんだ。ロボ諸説あると思う。なんか、強いよ、めちゃくちゃ。うん、もちろん。めちゃくちゃ強いんですけど、シークにまず絶対勝てないですよ。マジで。優勝できないロボットじゃん。ホメヒカもちょっときつい。パックマンきつい、ね、パックマンロボットってパックマンよりきついと、ゴブか、もうちょいいけっかなと思ったけど、若干ビエリかなぐらい多分。そう、いやロボロイいけるんだよね。ロボロイはでもなんかロボ側は苦しいっつって、でもゴブぐらいじゃん言うても、うん、まあ多分ホックスは無理なんだよ、ね、ホックスロボが。なんかこの中で言うと多分ロボットがフリキャラ多いよね。そう、上に対してそうやっぱ体がでかいっていうのはかなり、そうアドバンテージになるんですね。でもロボットの長所って逆に言うと多分 A プラとか以下のに対しての相性のバランスの良さが多分めちゃめちゃ良くて、重量級に負けなそうだよね。そう、トップ1010回試合してトップ10に5回入ってくださいって言われたら結構きつい、ね、ロボット、俺ロボットっていうかね、もう5回ぐらいやったらいけるくないですか。だから逆にだから優勝してって言われたら俺ちょっと無理だと思う、ロボタンで、まあ、この上のメンツタンで優勝しろって言われたら俺一番無理だなって思うのはロボットだと思う。ああ、まあ、それはそう、それはそう、なんか相性的な面でね。なるほどね。だ使い勝手はめっちゃいいしコスパもかなりいいけど、タンじゃ無理って考えたらじゃあキャラパワーが、サブとしては超優秀だよね。めちゃめちゃいい。なんかサブとして優秀ってエイプラなんよな。うん、そう、じゃあメインじゃないですもんね。そう、ロボだね。じゃあロボ一旦下げます。強いよ、本当に強い、もちろん。じゃあ一旦これスティーブンにあの座を、あの場所を取られたキャラクター。まあ、ここまあいろんな人のキャラクターとか人の股関節のねキャラ相性によってあるだろうけどってことですね。一旦ねスワブルハウスはね、だからこれでだから結局だから月光河とかさ、そうクラウドとかが並んだ時に、あロボとポケトレこの辺だなってめっちゃなるわ俺。まあ確かになる、普通になる。メンメンとかね、オリマーガーですね、パルテナ、セフィロス、ワリオ、ヨッシー、ウルフ、子供、子供リンクか、強いんだよねこいつ。めいやまあでもヤンリンはマジでクソ強いけど勇者はないな。うん、まあでもなんか納得はできそう。いや丸いね、うん、はい。まあひとまず出そうなんかいきなりロックマン難しいんだけど、どう、まあ、ロックマンがこれを見た時にもう一個上なんじゃねえかなみたいな感じ。
になった。てかドンキーとロックマン並んでるのめっちゃ違和感あるわ。あーなるほどね。ちょっとでもそこだったらさ、これツバメのハウスなんでしょ。もちろん俺が使ってるキャラじゃん。はい、やだ B はもうちょっと強いと、あの俺 B 使ってんだってなんのやだ初めてのこのパターンじゃない、うん、いや俺のキャラクターは下げもう一個下だけどなみたいなパターンは何回もね冗談でありますけど、あんま見ないからな、ね、でもロックマンちゃんと結果出てる人が2人いて確定性高くて、はい、で、まあ、上のキャラはちょっとしんどいの多いけどいけなくはない、うん、なんかソニックとかゼロサムとか並んでロックマンとかいいのいいね、うん、まあ他にこう全体をバッと見渡してさっき保留にしたキャラクターとか、あこれもうちょっと上じゃねえか、いやちなみに今めっちゃしっくりきてるこれ。あ本当ですか。俺はピットかなって思う。ピット1個下げる、あ1個上げるか、うん、ピットやっぱ強いなって思う。まあ別にピットはそこ並んでてもおかしくない。ピット上げるんだったらささっき言ったピチューもそうやないってなる。えダメ？いや俺ピチューはマジで A ぐらいあると思うよ。俺 A だと思うんだよねさすがに。いやなんかいや人が強いのも置いていて悪くない？あるいないとは思うけど、いないいなすぎる。いやいないけどさ、いやそれはさだっていいキャラ使えよって話になっちゃったじゃんみんなが多分。でも A キャラまでは優勝できるでしょ？タン優勝できるでしょ。タン優勝絶対無理でしょピチュー。えタンで優勝 A？ いやなんか噛み合えばいけんのが A じゃないの？うん、俺もそう思ってた。え、ピチューだって噛み合えばいけるべ。ピチューは絶対無理だと思うよ。ピチューどっかで引かれる気がする。俺、ニュートさんが優勝できるの、ちょ、ごめん、出しちゃった。ニュートさんが優勝できるの、俺無理だと思うもん。ファンで、かがり火。はいはいはい、はい。かなりピ、本当に超。いや、なんか、ね、人は強いけど、もちろん。ずっと同じ精度でやり続けるのが多分無理。うん、どっかでボロ出るし、大会だから相手が何やってくるかも分かんない状況でそれが当たる可能性も絶対にあるし、まあでも確かにニュートロンを壊すんだったらわけ分かんない話する、うん、ちょっと当たる、それ、当たる、うん、当たったらラッキーだしな。そう、まあ、トロさん狙っても多分ピチューとやってたらそうせざるを得ない、はい、ね、うん、これもじゃあ別の話出しちゃうけど、レポロックマンがニュートロンピチューに対してダッシュ撃をしてたんですよ、うん、やば違うな、びっくりした。その場受け身撃をかな、確かロックマンが受け身した瞬間に植木をパラしたのかな、はい、確かあ確かだけどあんま覚えてないんだけど、俺でも植木をパラさなきゃ勝てないなら無理だと思ってやめたんだけど。なるほどね。そういうことしないと多分勝てないんだけど、それで崩れるのがピチューだから、うん、いやそうなんかあのいやだから全部ケアするのが無理なんだよ、ね、なんか人間じゃなかったら A だよねみたいなまあでも人間なんで、まあ、今回は俺は本当にピチューはマジで強いと思ってるけど、うん、こう見た時にむずい。いやなんかさフリーでやった時さもう A なんだよね。大会だと B かもしれないって言われてもじゃフリーの方が無理だ普通に。まあフリー無理だよ。A のニートさん強すぎるもんね。一回も勝てねえだろ。ずーっと言ってる。これはもうヒカルとカメミはマジで勝てねえ。あの人にはマジで勝てねえ。三回一回も勝てねえだろ。九割負けす毎回。あれ早口がすぎるよ。二人とも。まあいや。ニートの方が。じゃあ最高とかしても負けない。二人とも D でいいんだね。俺はこっち。まあとりあえず B じゃないですか。あオッケーです。じゃあ僕も B でいいです。まあどうですか、ちょっと A キャラバンバンバンって入れちゃったんですけど、なんか A プラスか、ごめんなさい、触れることありますか、まあ、特にでも納得の、なんかなり綺麗だった、綺麗ですね、顔を並べると、ああなるほどね、うん、そうでもなんか S のこの順番はあの左右差ないんですよ、今現状もちろんもちろん、ごめんなさい、ここ左右差使うとか言ってたね、決める？いや決めない、もうまあ25分25分ね、ロイが一番前にいるのやだな。一番なんかスティーブンしとく？一番前はスティーブンにしてた方がいいんじゃない？スティーブン話せよ。最近のあれだよ。うん、最近のあれだよ。ロイ下がんねえな、こいつ。下がったもん。なんかシュルクが硬かったな、今、間が。シュルクがどかねえな。これめっちゃいいわ。トップ10いて、トップ10に入んない強いやつらがいて、で、まあ、さすがに強いキャラがいて、まあ、ちょっと強いキャラよりか劣って、まあ、下のキャラは、まあ、こんなもんよね。このゲームで考えたらって感じですよ。ああまあでもあくまでね俺らのね、うん、悪すぎる。いつかすげえ細かく出したいんだよな。いや出さないっす。無理っす。もう無理か。無理っす。ぜひやせなんだってマジで。ああそうか、みんなの意見加えちゃうとね。そうですね。リリーピカチュウみたいな話に。はいはいはい。多分自分の使ってるキャラの相性がやっぱ明確に出ちゃうんですよね。そうですよね。その人。そう3人いるけど。結局やっぱいやでもこうじゃないこうじゃないって自分のメインキャラを軸に話しちゃうから。確かに。でもメインキャラじゃなくてピカチュウは強い。ピカチュウは強い。でもねピカチュウもね弱い派がいるんよ。ピカチュウの話は終わり。
みんなピカチュウの話は終わりだよな、もう。はい、ということで、ちょっとカロリー高かったと思うんですけど、3人ありがとうございます。ちょっともう一回見せてもらってもいいですか、ちょっと。はい、すいません、こんな感じ。スマブラハウス、まあ最終アップデート含めてキャラランク出していきました。もちろん直近の大会だったり、上にきついからキャラクターが弱い、そのキャラクターが強いということではなくて、スマブラはすごくバランスの取れたゲームっていうのはもう重々理解した上で、取れすぎだろ、はい、取れてるね、すごいっす。キャラ相性というものを鑑みて、まあ使い手の皆さんね、もろもろあると思うんですけど、このような形にスマブラハウスではキャラランク作らさせていただきました。 A プラスまでは進めるわ、メインにして、メインどれって言われたら、メインとかね、サブとかでも全然進めるというのはトーナメントサブならマジでどれでもいいと思う、うん、あーなるほど。なんかメインにしたいからキャラランク表を見て、じゃあこのスマブラハウスのキャラランク表を見て、いや僕メインマジ何でもいいんですけど強いキャラがいいんですよねって言われたら A プラスまではいいんじゃない、うんうん、だとあれだよね、そのプレイヤーとか その相性とか使いたいキャラを見て、うん、じゃあ A プラス以上のキャラ使ったら、あ正解なんじゃないって見えてくる、うん、A キャラは A からは2キャラ持ったらいいと思うわ。まあ、まだまだちょっとうーんっていう部分もしかしたらあるかもしれないし、もっと考えたいなみたいな。いやでもだいぶ結構綺麗です。めっちゃ綺麗です。かなり綺麗です。画面に3人がしっくりきてるならもう自信満々よ、うん、これはいいキャラランク。ロックマンだけ許してください。いやいや珍しいパターンですよ逆に。俺はもうちょっと上だと思いますわ。そう、はい、なんか議論してる時は最終的にそのみんなこうだよこうだよって言ったけど、うん、でも表になったらみんなあ、しっくりくるねーっつって、まあこんなもんかみたいな。そういいねいいねいい。はい、ということで、キャラランク作らせていただきましたけれども、まあいいキャラランクになったということで、これを参考にちょっとメインのキャラクター始めたての人とかね、使ってなんかこうちょっと考えて、サブのキャラクターこれにしようかなとか、うん、本当はねキャラ相性ってところでももっと話聞きたい人いるんでしょうけれども、一応暫定ということで、はい、作らさせていただきます、はい、はい、ということで、今回のスマブラハウスの動画は以上となります。今後もこういった動画どんどん出していきますので、ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。そして概要欄の方にですね、カメメさんの YouTube チャンネルと Twitter、ヒカルくんの YouTube チャンネルと Twitch のチャンネルと Twitter、レインさんの YouTube チャンネルと Twitter の方貼らせていただいておりますので、ぜひチェックしていただければ誰かしら必ず配信していますので、ぜひチャンネル登録、フォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよならー。